はいいどーです本日もニュースを続いていきましょう今日前半の話題は「サンデーモーニング」でまたも青木リーがやらかしてしまいました沖縄のデニー知事が国連で基地問題を取り上げたことについて日本政府が沖縄を追い詰めたと発言しものの見事に大炎上しちゃったのでその辺たっぷりお伝えするのと後半は自衛隊が予算不足で高速道路の料金を隊員が自ら自腹で払っていたことが発覚しましては なんでそうなっちゃうの意味不明には程があるだろうって話をお伝えしようと思います。僕の喋りを聞いて目の付けとかいいねって思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずはサンデーモーニングの荒れすぎる話題からデイリーより見出しがですね、サンモニー、青木治氏、おさむ野古問題、こんな基地に疑問、国連での対立、政府が沖縄を追い詰めているということで本文を抜粋して読んでいきましょう。 青木氏が24日、サンデーモーニングに出演し、日本政府が沖縄を追い詰めているとコメントした。番組はデニン知事が18日、スイス国連欧州本部の人権理事会で演説したことを伝えた。知事は、米軍基地の70%が沖縄に集中し、普天間飛行場の辺野古移設の工事で埋め立てが進んでいることを説明。沖縄での軍事力の増強は周辺地域の緊張を高めるとも主張した。はいはい、ストップストップです。またこの話からスタートですか。なんか 言ったらわかるんでしょうか米軍と自衛隊の共同利用基地も含めた場合沖縄の米軍基地シェアは22.5%に過ぎませんこういった数字のマジックを話せる人3問には一切出しませんそういった変更報道はもうそろそろおやめください X というですよとで青木氏は一部の言論で玉木さん小長さんが親中派だとか危機感が足りないみたいな批判をする人もいるというふうに前置きした上で沖縄と日本政府が国連の場で言い合いをするっていうねある種の国家統合の危機みたいな状況に陥れてるのは一体どっちの側なんですかとむしろ日本政府が沖縄をそういうところに追い詰めてるんじゃないのかっていう視点を我々は持つべきだと政府に疑問を投げかかった。 すすぎて何かから言おうう迷っちゃうんですけれどもねと、えー、ただ一つ確実に言えることはデニー氏、オナガ氏ともに親中派であることは間違いなのでそこはしっかりと報じてほしい特に玉城デニー知事については先日中国に行ってですね沖縄民を、ね、こんな形でね踊っていくなどまるで領海侵犯をね還元するようにさえ見えましたきっとあの人の頭の中広大なお花畑が広がっていることでしょうとでさらに。 辺野古移設の工事について沖縄の資産だと2兆数千億円かかるんだけどしかも軟弱地盤を埋め立てる技術も工法も今のところ確立していない果たしてこんな基地完成するのかと記事そのものに疑問を投げかけたがえ中国の海洋進出や尖閣諸島など地政学的な問題には触れなかったおしまいということで。 さすがにこの発言はかなり左に寄りすぎていたんだね。ネットでは大炎上しておりましたけれども、青木氏にまず言いたいことは、デニッシー氏がいいけら国連で演説をぶったとしてもですね、沖縄の未来は1ミリも変わらないということです。政府が沖縄を追い詰めたというけれども、辺野古の工事についてゴーサインを出したのは最高裁の判断があってのことですからね、沖縄県の主張そのものが無理筋だったということですよ。それからもう一つ言いたいことはですね、なぜこのタイミングで国連に行ったんでしょうか。100 100歩をずってですけれどもね、国際舞台で主張するのを最高裁の判決が出る前にやっていたら、デニー氏の主張に各国が耳を傾けたという風なですねエピソードをやってです、ね、裁判所に提出できたかもしれません、そしたらですねワンチャン裁判官への心証が良くなったかもしれませんけれども、最高裁の判決が出た後に国際舞台でそれを主張してもですね、単なる負けの遠吠えですからね、というか、逆に聞きたいんですよ、その負けの遠吠えをスイスで吠えるために、一体いくら税金を使ったのか。 あ。<music> 渡航費費滞在費も含めれば莫大な金額ですよね僕はもう首をかしげすぎちゃって、この顔一回転しちゃいましたと <laughs>、えー。それからこの件で最も根本的なことを言うと、仮に問題があったとしても、それが理由で内乱でも起きない限り国連は動けませんよ。それで動いたら内政干渉につながっちゃいますからね。ですから国連で主張してもこの問題は1ミリたりとも変わりません。それに辺野古がある名護市の市長ですね、辺野古の工事については賛成の立場ですので、沖縄県の民意 じゃあ名護市の民意はどうなっちゃうのかとあまりの矛盾の大きさにもうけわかめメでありますよと、えー、それと「サンモリ」っていうのはつくづく左下向けの番組なんだなーってねちょっと笑っちゃったんですけれどもせっかく沖縄とその周辺地域の緊張の話をしたのになぜ中国に触れないんでしょうか先日中国は新しい地図を発表しましてその地図にはですね以前から物議を醸していた九段線からですねで中国が勝手に領海を引き直してさらに一段追加された十段線だ 領海地図が発表されたばかりなんですけどもねなんでそれに触れていかないんでしょうかその縦断線の地図というのはですね台湾を包み込み尖閣はですね「長魚島ね魚釣島」えー、というふうにしっかりと書き換えられてさらにはですねベトナムフィリピンの海域にはですねこのベロがですね押し広げられた格好で完全に領海侵犯ということでベトナムフィリピンは中国に猛抗議をしている最中ですよしたがって南シナ海あるいは東シナ海の緊張を高めているのはどう見ても中国なんですけどもなんで でそれを報じないのか全く意味がかかりませんよそれからもう一つ先週政府からの発表で、えー、日本の EEZ 内日中中間線よりも、ね、500m も日本側に奥まった海域にです、ね、中国の観測の V が浮いていることが分かりましたしかもこれはです、ね、ただの V ではございません読売新聞が画像解析を行った結果この V はです、ね、直径 10m にも及ぶ巨大な V だということが分かりましたそもそも直径 10m の物体ですね V と呼ぶのも、ね、だいぶ違うと 思うんですけども、もう単純にもう巨大観測機材といった方がいいと僕は思うんですけども、だって V だとどうしてもですね、イメージ的にこんなね小さなスイカ程度のねプカプカした可愛いものをイメージするじゃないですか。でもそんなもんじゃなくですよ。本当は。 大型タンクローリーが1台すっぽり入るレベルの超巨大な物体ですからですのでさっきも言いましたけどもどっちが挑発してんだよと中国の方じゃないかと銃弾戦だとかね超巨大部位だとかさそういった今起きてることに全く触れずに沖縄に米軍基地が集まってるとかね周辺地域の緊張を高めてると言われてもちょっと待ってか分かんないって感じですよねああそうだそうだ DJ そうだもう一つポンコツ話がございましたデニー知事はスイスで都合3回ほどですね演説する予定でしたが なんと演説したのは初日の18日1回のみでその後予定されていた19日それから21日の2日間は演説ができませんでしたなぜ演説ができなかったのかというと各国の会議演説時間が押してしまいその結果デニー知事の演説時間がタイムオーバーによりカットされたということでした沖縄県庁はどんなスケジュールを組んでたのかもうポンコツにも程があるだろうとっていうかですね演説がタイムオーバーでカットされるということはそもそもそのタイムスケジュールを見てもですね一番最後の こうだったということでしょうそれならば演説できたとしても誰も見ていきませんよね誰も聞いちゃいませんよねということは知事はもう最初から時間帯的に誰も聞かないだろうし下手したらカットされるということが分かっていながら4日間の滞在日程を組んでいたということでしょうどんだけ胸金使ってんでしょうか沖縄の皆さんはこのスイスの一連の行動について情報公開請求をやった方が僕いいと思いますもしかしたらもしかしたらですけどもねフランス姉さん松川と同じくジュネーブ爺さん玉城って感じの楽しそうな 日程が出てくるかもしれませんまあ少なくとも左翼活動家にも旅費が与えられていて、えー、その方々と緊密行動は取っていたはずですからねよかったら皆さんでその件ほじってみてくださいませとさてお次は自衛隊の予算不足が想像を絶する事態になっていたという話を産経新聞より見出しがですね自腹だった自衛隊の高速道路大問題がついに進展防衛省概算要求小笠原理恵ということで、えー、これは国防ジャーナリスト小笠原さんに 紀行ということだそうですけれども、本文を抜粋して読んでいきましょう。 米軍や警察は無料なのに、自衛隊は高速道路代が足らずに、隊員たちは仕方なく自腹で高速代を払ってる。と、私は日韓スパで2018年に問題を提起した。えーマジ、嘘でしょ。高速道路を有料で走ってるだけでもね、ちょっと驚きなのに、さらに加えて、高速代が足りない時はですね、隊員が、自衛隊員が自腹で払ってただって、これはさすがにまずいよね。人権派の方々、今すぐ政府に文句言ってよと。で、えー、この高速代問題に、 公明が見えてきた24年度の防衛省概算請求に必要な運搬費有料道路使用料も含むを計上し隊員の移動にかかる負担を軽減し勤務環境の改善を推進と明記されたのだこれを聞いた鈴木雅之が違う違うそうじゃそうじゃないって言ったとか言わないとかいや言ってないと思いますけども予算がつくのはねいいんだけれどもどっちかというと予算なくても走れるようなんで自衛隊の車両をね無料フリーパスでやってあげないんでしょうかちょっと監督 違うと思いますと。というのも、えー、高速台は米軍や警察の公用車は無料だが自衛隊は災害派遣時以外は演習場や訓練で遠方に行くためでも有料だ。 高速を使うために運搬費は不足しており、上限を超えた場合、車両は目的地のはるか手前から下道を走るしかない。ね。やっぱ違う違うって感じでしょ。なんで米軍は無料なのに自衛隊が有料なんですか日本にとってどっちがより重要なんですかあまりにもおかしすぎて、へそが線の利休じゃなかったへそがゃを沸かします。だと、これ下手すると、米軍との共同訓練に行く際にですね、米軍は料金所ね、ちょりーすって通る傍らで、自衛隊は、すいません、僕らちょっとお金がないもんで、まあ マネーがないもんで少し手前のインターチェンジで降ろさせてもらいますなんつってね、ンジが起きてるかもしれませんよ、これはマジでヤバいでんだと。で、えー、自衛隊の移動はトラックの荷台が多い、警察の機動隊も昔は荷台で乗車していたが、今はバスに改善されている。 さらに、クッションのないベンチに座り、下道での長距離移動は辛い、振動も激しく、座骨神経痛や痔を患う自衛隊員も多い、エアコンのない荷台は熱中症のリスクも高く、重度の熱中症は臓器に深刻なダメージをもたらしっかねない。まあ、車両の特性上、荷台のベンチに座るというのはですね、訓練の一環として仕方ない部分もあるのかもしれませんが、 高速ぐらいはですね、満足に走らせてあげなさいって、移動で隊員の体力を疲弊させたら大事な時に力なんて出ませんからねと。で、あまりにも過酷なために、以前は仲間内でカンパをして高速に乗っていたが、それも規則で禁止された。仕方なく辛いした道での長距離移動に耐えるしかなかった。一体何の冗談なんでしょうか長距離移動が辛すぎて、やむにやまれずカンパをして高速を走ってたのも結構な逸話ですけれども、それを規則で禁止したっていうことは、防衛省の上層部でも ここの過酷なな実態を把握ししていたていたととうでしょ。なんかもう女性自衛官へのセクハラも含めてやってることが昭和の時代だとで先進国では熱中症予防と兵士の消耗を防ぐために戦車や装甲車には冷暖房が完備され乗用車用のシートが搭載されている浜田防衛省は23年版の防衛白書に どれだけ高度な装備を揃えたところで、それを扱う人がいなければ、防衛力は発揮できませんと綴っていた。いやー、ほんとその通りです。浜田大臣、ええー、こと言う。自衛隊員の衣食、住それから健康についてはきっちり目を配ってやらないと、体が資本なんですからねと。で、昨年の自衛官候補生の採用は4割近くまで落ち込んだ。その職務に報いる待遇や生活環境でなければ、志願制で人を集めることはできない。俳優、シルベスター・スターローンの映画、ランボーの最後のセリフ。 俺たちが国を愛したように。 国も俺たちを愛してほしいという言葉を、新任の木原実防衛省に考えてもらいたい。おしまい。ということで、えー、この記事、条文につきところどころすっ飛ばしております。全文知りたい方は概要欄からご覧ください。いやー、しかし、最後のくだりも本当だよね。俺たちが国を愛するように国も俺たちを愛してほしいって、もうその通りだと思います。でも、中には自衛隊をね、暴力装置という人もいてね、あれはどなたの発言でしたでしょうかね。菅直人政権時代の戦国官房長官でしたっけね。<laughs> 頭おかしい人 人が政権につくとです、ね、こんな失礼なことをペローンと言っちゃいますからねもうほんとおっかないですよいざって時にです、ね、国を守ってもらうんですからね国民は自衛隊にもっと優しく接しないと訓練としての過酷さは必要だと僕は思いますけども日常業務に過酷さは僕はいらないと思いますもう根性論でなんとかとかそういう時代じゃないですからね科学的におかしいことはちゃんと是正していかないと記事の中にもありましたけれどもクッションのないベンチに座って長時間移動してねその結果隊員が座骨 神経痛だとかねを患うってのもねもう健康管理の面において本末転倒だと思いますしエアコンない荷台で長距離をね移動するっていうのでこの夏日だったらですねもうトラックの荷台は40度超えてきますからねサウナにずっと入ってるようなもんですよそんな状態で4時間も5時間もね移動するってもはや科学的に体の健康をね悪くさせてるのかね、まあ、そんな風に見えちゃいますよね。と同時に何かとても理不尽なことに対して防衛省は鈍感になってんじゃないかと自衛隊員さえ我慢していればです、ね、その場が丸く収まるみたいな 空気感がちょっと嫌いなんですよねシビリアンコントロールがその辺ね変な風に作用しちゃって 上からのお達しがあるまで何も話さんでおこう、じっとしておこうみたいなね、そんな空気を感じちゃいます。隊員にも人権があるし、災害時にはね、無理をしてもらわなきゃいけない場面があるからこそ、普段の勤務は常識的な仕事感でやってほしいと思います。岸田首相が防衛費をね、こう増額したってのは本当に良かったことだと思いますけども、だから来年からはね、こういう部分も改善していくんだろうとは思いますけどもね、ただね、ガタガタ言っても仕方がないけれども、隊員自体がやる気をなくしちゃったら全く意味がないんでね、 隊員が胸を張ってですね、自衛隊は過酷な訓練があるんだけども、それ以外は割といいとこだよと、入隊をお勧めしますよって、本音でね、えー、入隊希望者に言えるように体質改善をお願いします。ということで、今日も話が長くなりましたので、これいくいにして、最後はほっこりなじかけて締めたいと思います。ジャニーズの対象の略称とかけまして、国を守る人たちとときます。その心は、自衛隊。<laughs> <laughs> もうこうなったら年末の「紅白」はまジでジャニーズじゃなくてね自衛隊の PR 動画をですね合間合間に流しながらですね自衛官の募集をかけたらそしたら「紅白」もちょっとくらいね意味がある番組になると思いますけどねただ現実論で言いますと k p o p パーみたいなね変な連中がですね倍増しそうなね変な空気を感じておりますが本日も面白かったらためだった方ですねチャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございましたササヤンでしたたで